飼育員の方ですか。はい、飼育員の宮間です。よろしくお願いします。宮間幸喜さん、24歳。この春入社した新人飼育員だ。南アフリカに生息するケープペンギンを担当している。ペンギンエリアの掃除をマスも体験させてもらった。胴長僕あの持ってるんでそっち使ってもいいですか。あ、大丈夫です、はい、割と鉄腕ダッシュ界隈ではみんな持ってるイメージなんですけど。15羽のペンギンがいる展示エリアへ。どの辺を掃除すればいいですか。そうですね、もう基本的には床面を掃除していきます。床面って言っても、はい、するとその時、え、これおお、びっくりした、ごめんごめんごめん、びっくりしちゃった。今ちょうどカウの時期で、ここに隠れてたんだね。